はい、お疲れ様ですということで障害保険のですね更新を行ってきました無事に1年間ですね怪我なく過ごせたというところで、えー、本当良かったなと、まあ、とは言いつつもまだまだあの生活していくわけで、えー、怪我がですね今後ないとは全然言い切れないですけれども、まあ、とりあえず1年間無事だったのは まあ何よりだったなとで、まあ、保険の見直しも本当はするべきなんでしょうけども例えばあ、まあ、この調子でいけば、まあ、怪我もせずに過ごせるかなとかですねなんかいろいろ毎年考えるんですよねで、えー、なんか怪我があった年っていうのはその翌年のまあ内容といいますかねあの契約内容 ちょっと見直してもう少しこうあアップグレードしたものにしてですねで怪、えー、でまあ怪我をしなかった年はじゃあ怪我しなかったからちょっとまあダウングレードじゃないですけどまあ少しもう一回見直そうかっていう形でこう毎年毎年、まあ、本当に数百円とかですね まあそれくらいの差でしかないんですけどもえ見直してるわけで,で今回もですねまあその慣習にのっとればというわけじゃないんですけどえまあ今年え来年か今後1年間の契約内容をもう少しこう見直してですねあの金額低くてもいいのかなと思いつつもこれなんかこうジンクスというかですね 面白いことにその契約内容こうダウングレードした時にですねやっぱりケガってしてしまうんですよねで逆にじゃあ少しあのまあ保証内容少し良くしようかとえ通院とか入院の費用ですね少し高めにしとこうかとかですねまあそういったことを見直して たた年っていいいうのは全然怪我しないみたいなみまあこれどういうあの作用が働いてるのか全くわからないんですけど無意識で何かこう気にしながら行動しているのか、まあ、さっぱりわからないんですけどまあなので本当は今年はあの金額下げてもまあ金額を下げるっていう感じなんですけどまああの逆手にとってというか。 まあここはこのままで行こうと、うん、あの金額、あのーまあ、昨年高くしましたけども見直してですね、まあ、そのままで行こうとでまあ保,保険を使わなかった時っていうのはやっぱり毎月ですね数千円、えー、やっぱり支払っていてですね、まあ、ちょっと損した気分にはなるんですけどもお まあ縁起を担いでというか、まあこれで怪我しなかったら、うん、まあ、まあよしとしようじゃないかっていうことでですね、えー、結局そのままにしました。まあこれ全くわからないんですけどもね、えー、まあそれにこう安心してしまって、まあもしかしたら、まあ、む、ま、ち、あ、なことすることもないとは思うんですけど、 まあでも、怪が本当にわからないですね。もう自分で気をつけよう、気をつけようと思って、まあ、あの海に、山に行ってるわけなんですけど、本当、ちょっとしたことなんですよね。もうしょうもないことで、やっぱり怪が、事故って起こるので、うん、まあ <laughs>、自分ではもう意識して、えーまあ、気をつけてですね、過ごすしかないんですけど。 はいまあ、ということで、あのー、無事にですね、えー、契約終わりまして、またこれからですね、まあ、1年間通して、えー、数ヶ月単位でもあの契約できるということですけども、もう私、まあ、今までその冬だけしかかけなかったんですけどもね、やっぱり夏場にも怪我したりすることあったので、あそうだそうですね、そういえば、あのー、足の裏ざっくり。 行った時もまあ結果的には自然治癒で治ったんですけど、まあ、2週間かかりましたけどうーんまあちょうど怪我した時,時がですね、まあ、週末だあ週末じゃなかったかなえー、っと週末じゃないなうーんまあなんか病院に行こうっていう。 あの考えというか気にもならなかったんですけど、まあ、今考えてみたら、まあ、ちゃんと処置していてもよかったのかなとその時保険の,話あのことなんて全く気にも留めなかったというか今話をしていてふとあの気がつきましたね。うんまあ、取るに足らなない怪我だったと言えばそうなので、まあ 例えば骨折とかです、ね、まあそういった、まあ、松葉杖がないとなんか歩けないとか車椅子がないととかって言ったらまたも保険ってもうの一番に考えることなんですけどやっぱりこう多少痛みはありつつもあの普通の生活するにはですね、まあ、差し支えなかったので保険のことなんてすっかり忘れてましたよね、まあ、車ののの保保険険と違っってて怪我の保険っていうのはあの使ってもですね。 その翌年に別にその保険料上がるとかっていうわけではないのでいや自分の体替えが利かないですのでね一つしかありませんのでえまあそれもそうだよなとあの別に保険料自分の体を痛めてですねまたさらに翌年保険料が上がるっていうのもちょっと。 まあ腑に落ちないところもあるので、そりゃそうだよなと思うんですけども、うん、毎月保険料払ってますのでね、病院に行けるときは、しっかり行ってですね、痛い思いをなるべく短い期間でこう終わらせるようにするのもいいなって、今、ちょっと <laughs> うん恥ずかしながらあの思いましたね、思い出したというか、は。い まあでもなるべく保険の、あのー、お世話には <laughs> なりたくないですよね、怪我とか、まあ、好きでする人なんていないと思うんですけど、うん、少ないと思うんですけどもね。はい、えー、ということで、以上。